皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。迫ってまいりました、土井さんアトラス彗星ですね、もうすぐ近日点を迎えようとします。今日がですね9月19日なんですけども、どういう風に映ってんだろうな、本当に明るくなるのかなみたいに気になってると思うんです。今現在ですね、土井さんアトラス彗星の情報っていうのはいろんな YouTuber さんが情報発信されているんですが、その後どうなってるか気になりません？ですので今日はですね、今私が集めている情報全部皆さんにお伝えしてですね、土井さんアトラス彗星どうなってるのか、どういう風に撮ればいいのかみたいなのをお話しできればと思います。それでは行ってみましょう。最初にちょっと PR させてください。私成沢博之はですね、オンラインサロンを運営しております。成沢博之の撮影研究塾ステイブというのをやってます。ステイブの中ではですね、星空撮影やタイムラプス撮影に関する様々な情報を発信、それからノウハウ、チュートリアル動画っていうのを限定公開しています。 YouTube でアップするとですね、そんな再生数伸びないよみたいなマニアックな質問とか、そういうのを個別に対応するような感じやってるんですけども、この動画を見て星空撮影とかタイムラプス撮影もっとディープに学びたいなと、気軽に学んでいきたいなと思った方はですね、ぜひステイブにですねご参加いただければと思います。はい、それでは本題に入りましょう。こっちにですね、スマートフォンの画面を出したいと思いますが、今これ9月19日の17時、5時の情報を表示しています。近日点、一番太陽に近づくという思われる日が、9月27日、地球に一番接近する時が10月の13日になっています。この近日点のですね、9月27日を迎えるまではそんなに明るくならないと思ってください。ここに向かって徐々に、太陽に近づくにつれて彗星が明るくなって尾が伸びていって、そしてこの近日点を通過してから、尾がもうマックスで明るくなるっていう感じになるんですよね。ただこの近日点付近っていうのは北半球では残念ながら観測が難しいです。なので私の友人とかはですね、本気で撮影したいなっていう人はもう南半球ですね、に行って撮影しようとしてるんですけども、この27日以降の撮影が基本的にはメインとなるという感じですね。でこの近日点10月13日太陽に一番近づく時ってのは明るさ関係なく距離が近くなるので、彗星の動き自体が一番速くなるんで、でタイムラプスとか撮影する時はこのタイミングがベストかなと思うんですけども、この近日点一番地球に近づいた時もシャッターチャンスだということを認識しておいてください。で実際見てみましょう。例えば9月の27日近日点ですねの時っていうのは、彗星が昇ってくるのが4時20分以降っていう感じですね。で太陽が昇ってくるのが、まあ、大体5時半ぐらいですね。朝の5時半ぐらいになります。日の出時刻の、1時間半前から白明ですね、明るくなり始めるっていうふうに言われてますから、白明の中で、この土井さんアトラス彗星が見れるっていう感じですね。結構明るくならないと見れないです。でこのまま時間をですね、夕方の空にしてみましょう。そうすると夕方の空ではまだ太陽高校と、左上にありますので、夕方は撮影厳しいよということですね。10月の上旬だとですね、まだまだ朝方の撮影になります。はい。で、太陽が昇る前にこう土井さんアトラス彗星の尾からこう昇ってくるような感じですね。でこれをこう送っていくとですね、だいたい10月の中旬、10日ぐらいになると、この太陽と彗星の位置がゴロッと入れ替わるんですよ。このタイミングになると彗星が明るければ夕方の空でも土井さんアトラス彗星が見えるような感じになると思いますが、ただこの後日が沈んでいくとどんどん太陽から離れていきます。ですので10月の中旬以降になってくると太陽と彗星の距離が十分離れていて、太陽が沈んでからちょっと暗くなってから彗星の姿を捉えるようになれるので、天体写真とか撮るんだったらこのタイミングがいいのかなと思います。今まで皆さんが経験した彗星と結構違うんじゃないかってのがよくわかると思います。太陽に近いから明るい中での撮影になるだろうし、星って真っ暗の中で撮るもんじゃないかみたいなイメージがあると思うんですよ。普通の彗星はそういう感じなんですけど、今回の、まあ、太陽の近くを通るタイプの彗星っていうのはその捉え方ではないんですよね。例えばですね、概要欄にリンク先貼っておりますが、
以前にですね、ラブジョイ彗星というのがありました。2009年だったかな。この彗星ですね、太陽の近くを、あまりにも近くをかすめるように通るので、多分生き残らないだろうというふうに言われたんですが、なんと生き残りまして、めちゃめちゃ長い尾を出したんですよね。で、それが、そのタイムラプス映像っていうのが、投稿されているので、そのリンク先概要欄に貼っておきます。で、こういうのを今回撮れると思います。なので、どっちかというと、天体写真、クローズアップで撮るよりは、星形写真とか、タイムラプスとか、そういう方が向いてるんじゃないかなと思います。じゃあどのぐらいの焦点距離で撮影すればいいんですか、もしくはどのぐらいの設定で撮ったらいいんですかと思いますよね。そのヒントがですね、私の過去の動画にあると思います。こちら、はい、これですね、2020年に来たネオワイド彗星という彗星を撮影する時の Vlog なんですけども、この動画の中にですね、リアルタイム動画、アルファセブン S2 か当時、それで撮影した、彗星の姿を捉えた動画、実際どうやって肉眼で見えるのかっていうのが分かる動画ですとか、あとは自分が撮影した写真ですね、撮影データとか焦点距離とか全部含めて掲載されています。はい、のでこれを参考にしてみてください。これに近いと思うんですよ。で、実際この時の撮影で使った焦点距離っていうのは70-200の 2.8 っていうレンズと、あとは16-55の 2.8 っていうレンズなんですね。だから標準、めちゃめちゃ広角だとやっぱり彗星の姿、まあ尾の長さにもよるんですけど、めちゃめちゃ広角だとよほど明るく長い尾が出ていないとちょっと、写真映えしないと思うんですが、だいたいまあ35mm から50mm ぐらいの間で風景と彗星がの姿が撮影できる。それから 200mm ぐらいになってくると、クローズアップで彗星の姿が撮れる。で、赤道儀はいりません。はい、今回一発撮りでバチッと撮れるぐらいの期待があります。ということで、私の Vlog ぜひチェックしてですね、ああこういう感じで撮れるんだ、楽しそうじゃんっていう風に期待を持っていただけたらなと思います。で、この時のネオワイズ彗星はですね、コロナ禍真っ只中だったので、私この Vlog 撮った後ですね、まあその自分では気をつけてたんですよ。誰にも会わないようにとかして気をつけてたんですけど、結構ディスられたんですよ、ネットで。なのでこれ以降私ネオワイズ彗星撮影しに行くのは自粛してたんですけど、まあ今回はそういう必要がないので、もっともっとディープに今回は彗星楽しみたいなと思います。でですね、あとは海外の反応っていうのをご紹介したいと思います。まあ今こういうふうに情報を発信しましたけども、まあ、日本国内でも撮られている方いるんですが、海外の Facebook グループの彗星の情報サイトとか、掲示板ですね、そういうところでは結構この彗星の画像っていうのがアップされています。で、概要欄に貼ったラブジョイ彗星のタイムラプス、そのラブジョイ彗星を発見したラブジョイさん、テリーラブジョイさんっていう方がですね、その Facebook グループの中で画像を投稿してるんですよ。最初は、結構望遠鏡でクローズアップ気味で撮影したんですけども、その後の投稿された画像が 135mm ぐらいで、朝方の画像が、投稿されたんですけど、だいぶ絵になってきたなっていう感じがするんですよ。で、これ見てなんだそんなもんかって思った人、まだ判断するのは早いです。彗星はこっから急激に成長を遂げますので、今現在ここまで明るくなってるのは結構期待が持てるねっていう素材だと思ってください。実際このまま映るってわけじゃないです。もっと明るくなると思いますっていう予測が出てるんですよ。で、とあるですね、記事の中ではですね、マックノート彗星レベルになるんじゃないかみたいな話も出てて、マックノート彗星って南半球で観測できた尾がめちゃめちゃこうシャバ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 っていう風になってる、めちゃめちゃかっこいい、まあ、伝説の彗星なんですけど、そのぐらいの明るさになるんじゃないかっていうような予測を立てている方もいます。まあ尾が同じ形になるってわけじゃなくて、どうなるかわかんないんですけど、とにかくそういう希望的な予測がどん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 出てくるようになりました。気持ちとしては10月いっぱいまではもう彗星の撮影頑張るぞぐらいの、そういうスタンスで毎日毎日情報をチェックするような感じで行った方がいいんじゃないのかなと思います。そのぐらい楽しみな彗星です。彗星って本当に予測が不能なんですね。地球に来てみないと、太陽に近づいてみないと、どういうふうに、尾が伸びるのか明るくなるのかっていうのが全くわからないです。まあ、その彗星に行って、なんか彗星がどんな形でどんな物質構成をしているのかっていうのが分かれば、もうちょっと
なるかもしれない、なんかいろいろデータ取れるかもしれないですけど、それ無理じゃないですか。だからね、太陽を通過してみないとわからないんですよっていう予測不能なものを撮影するっていう楽しさ、それから、不規則さって不安定さっていうのをこれから皆さん楽しんでいただけたらなと思うんですけど、私もいろいろ彗星撮ってきましたけど、私の感覚ではですね、なかなかこの手の、彗星は来ないので、今のところまあ非常に希望的な観測が出ています。まあ一時期は崩壊したんじゃないかみたいな話も出てましたけど、実際はそうではなくて、しっかり生き残ってますということで、今日の動画を見てですね、情報をアップデートして、撮影準備待機をしていただければなと思います。それでは今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけね。どうもどうも。